つの月？もしかして夜空を二つつなげたの？それに星も雲も何もないなんて。ユリシスはこんな場所を作ることもできるんでしょうか？アンシーリーコートを操るってニコが言ってたんです。きっと闇に属する妖精が動きやすいようにしてあるんだわ。では私はこちらでお待ちするとしましょう。え？お嬢様たちを頼んだぞ。ありがとう、コブラナイ。ミリアさん、あれを。琥珀です。ポールさん、ご無事だったんですね。大丈夫かい？ユリシスにひどいことされなかった？いえ、ユリシス様は私にここにいるように言ったきり。でも黒曜剣がポールさんを殺したと、私のせいだと思って。安心して、僕はここにいるよ。あのね、バンシー、聞いて、私たちあなたを連れ戻しに来たの。僕たちと一緒にここを出よう。レリー・グラディスの琥珀も見つけたんだよ。その絵は？伯爵とこちらのフェアリードクターがきっと君の記憶を取り戻してくれるから。でも青騎士伯爵の力をあなたがエドガーに感じられなくても、彼はメローから宝剣を受け取ったわ。メローは彼を伯爵だと認めたのよ。ねえ、バンシー、あなたの涙の中に燃えない琥珀があったの。え？その死の予言はユリシスではなく、今アシェンバート伯爵の名を継いでいるエドガーに降りかかる。そうでしょう？レディアさん、それは本当なんですか？バンシー、エドガーを伯爵と認めて力を貸して、予言を無効にする方法はない？宿命を知るのは私ではなく、私の涙です。無効にできるとは思えません。探していた琥珀は手に入れたんだもの。何か方法があるはずだわ。おい、バンシー、ユリシス様がお呼びだ。はい。ただいま。ユリシス様の側近の黒曜剣です。見つかればお二人とも殺されてしまいます。どうしたら。おい、早くしろ。バンシー、そのマントを貸して。リディアさん、どうするんです？私、エドガーを探しに行かなきゃ。ポールさんはバンシーと一緒にいてください。絵を離さないで。でも何とかしなくちゃいけないの。私は青騎士伯爵のフェアリードクターなんですもの。遅いぞ、ジミー。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。無事でよかったよ。君を助けに来たんだ。エドガー。無駄ですよ、ロード。バンシーは私こそが青騎士伯爵家の末裔だと知っているのですから。いや、青騎士伯爵は僕だよ。
バンシー、君も伯爵家の一員なら僕と一緒に帰るべきだ。わかるね？さあ、早く賭けを実行しましょう。君の主人はレディ・グラディスだった。ならば、高貴な彼女の精神を受け継ぐ伯爵に、どちらがふさわしいかわかるはずだ。あの男には貴族の誇りなどない。守るべきものがないのだから。君は二人目のユリシスなんだったね。三つ目の体はないのかい？そんなことをしても、ここから逃げ出すことはできませんよ。構わないよ。一足先に君に死んでもらいたいだけだ。バンシー、どこ行くんだ？ユリシスにとどめよう。ユリシス様、大丈夫ですか？まあいい。お前の牙が奴の体から高貴な血を奪ってくれるだろうからな。バンシー、待ってくれ、バンシー。こっちよ、エドガなのか。リディア、やっぱりそうだ。カモミールの香りがする。どうしてこんな危険なところに一人で来たの？ポールさんが一緒よ。例の琥珀が見つかったの。グラディスの肖像画の髪の毛に塗り込められているのが分かって。琥珀が髪に？だからバンシーのいる場所へ来ることができたの。絵はポールさんに預けてあるから、バンシーは大丈夫よ。で、君はどうしてここにいるんだ？ジミーが、黒曜犬がバンシーを呼びに来たの。バンシーを行かせるわけにいかないじゃない。ユリシスはバンシーには危害を加えたりしない。でも君だと知ったら何をするかわからない。どうしてこんな無茶をするんだ？何よ、私が来ちゃいけなかったの？無茶なのはあなたの方じゃない。バンシーの予言があったなんて大事なこと、なんで私に隠したままここに来たの？それであなたはユリシスと一人で戦う気だった？私はあなたのフェアリードクターなのよ。一人で勝手なことばかりしないで。どうして予言のことを？ケルピーに聞いたの。あなたとの婚約は無効だからって、私を連れて行こうとしたわ。あの馬、心配して損したわ。こんなことならケルピーの言う通りにすればよかった。そうしたら今頃あなたのことなんて忘れてのんびり過ごしてたはずなんだから。
こんな悲しい気持ちにならずに。ごめん。婚約指輪を身につけて僕を助けに来てくれたんだね。これは単なるケルピーよけよ。リリア、二度と君には会えないと思っていたからとても嬉しいよ。バンシーの死の予言に君を巻き込むことだけはしたくなかった。だから黙って一人で来ることにした。でも君は僕のフェアリードクターだ。でもね、ユリシスの持つ力と君の力はどうやら違うものらしい。君は妖精と人間の仲立ちをするけど、奴は妖精を従わせるんだ。だから奴にバンシーが持っているものを渡してはいけないって思った。エドガー、バンシーに認められなくてもこれだけは僕の役目だ。でもいくらあなたでもバンシーを口説くのは無理よ。伯爵家の血をユリシスに感じているから。だけど元々は人間の女の子なんだろ。どう考えても僕の方がいい男だ。あなたって人は。でも浮気じゃないよ。僕の妖精は君一人だ。彼女ポールさんのことが好きみたい。だからあなたの甘い言葉は軽薄に聞こえると思うわ。なるほど、君みたいに。何言ってるのよ。私は別に。僕がいくら君が好きだと言っても。エドガ、どうしたの。エドガ、君の気が引けるのなら怪我をするのも悪くない。その怪我、まさか黒竜犬の牙が入ったんじゃ。これはグラディス様。父の代から預かっていた絵なんだ。この髪を彩っている琥珀、かつて私の流した涙がグラディス様の死を予言してしまったのですね。君のせいじゃないよ。この琥珀は青騎士伯爵を継ぐ人物に彼女の遺言を伝えようとしてるんじゃないかな。レディグラディスは君に望みを託したんだよ。ポールさん。ねえバンシー、君の力で封印を解くことはできないかな。ユリシス様でなければ無理です。僕と一緒に伯爵の元へ戻ってほしいんだ。ポールさん、あなたの伯爵は立派な方なんだと思います。でも私の主人では。お前がここにいるということは、つまり、さっきの女をフェアリードクターというわけか。バンシー、その男はお前のお気に入りだったな。やめてください、ユリシス様。リディア、ナイフを持ってるかい。どうするの。牙を取り出す。それじゃダメなの。牙の魔力は人間界の日の光に当たらないと消えないわ。それにしてもこれもユリシスの力。でもこの周りだけムーンストーン。ムーンストーンが私たちを守ってくれている。これがバンシーの予言かな。痛くも
苦しくもないけど力が出ない。しっかりして。大丈夫よ、ここから出られればきっと。いいか、リディア、一人で逃げるんだ。エドが。僕は動けない。ケロピー。どうした、青騎士伯爵。リディアを諦める気になったか。やつと行くんだ。エドが。あの男は僕よりいい男じゃないか。君を守ってくれるだろう。ふざけないで。あなたを置いていけるわけないでしょ。エドガー、ケルピー、お願い、私たちを助けて。おい伯爵、妖剣どもは俺が始末してやる。だからリディアはお前が守れ。わかった、ケンク。約束しよう。僕がリディアの盾となる。二人とも死ぬな。ケルピン。どうしちまったんだか。貴様、アンシーリーコートの分際で。あのセルキー、どっか行っちまったな。まあいいや、俺の尻尾離すなよ。はい。ミコさんの尻尾はふかふかですね。今度ブラシをかけさせてやるよ。はい。出口だ。行くぞ。元の場所に戻ったのか。どうやらこの屋敷から出るのは難しそうだ。あの時のことまだ怒ってる。え？他の誰かの名前をつぶやいたってこと言い訳させてくれ。今そんな話。どんな名前だったの？例えば昔の家庭教師とか、いとこかもしれないじゃないか。何よそれ。アン、アニ、アンジ。こんなことならレイブンにアルファベット順に名前を挙げておいてもらうんだった。はぁ。リディア。さっさと奪ってしまわないからこんなことになるのよ。お前には関係ない。どうしていつもこうなるのかしらね。手を伸ばしても指先からすり抜けてしまう。ああ、さあバンシー、この男を殺すかそれとも生かすか、お前に選ばせてやろう。ユリシス様。この男から琥珀を受け取っただろう。これは？その絵は私のためにポールさんが持ってきてくださっただけです。ただの絵か。返してください。お願いです、ユリシス様。バンシー。
琥珀はフェアリードクターが持っているようだな。ユリシス様、あの絵燃えません。そうか、これが例の琥珀か。さあ来い、バンシー。お前の封印を解く。あの男の目の前でな。バンシーを離せ。目障りな奴だ。バンシーを行け。心残りがもう一つ。もう不吉なこと言わないでよ。僕たちキスした。キスなんてしてないわ。酔ってタガが外れても唇さえ奪えないのか。これってどうかしてると思わないか。そんなこと私に言われても。でも多分どうかしてるくらい君が好きなんだ。ああ、このままじゃ死にきれない。せめて口づけを許してほしい。死ぬなんて言わないでったら。無事に帰ってからよ。そうだね。口づけで満足して死ぬわけにはいかないな。君をここから返すまでは。エドガー様、リディアさん、出口にご案内します。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。